現地10月1日、第19回公衆アジア競技大会の卓球女子シングルス決勝が行われ、世界ランキング9位の早田ひな、日本生命は、同1位の孫英佐、中国、2ゲームカウント1月4日、5から9分の1112分の118分の10マイナス7分の11の11で破れ、銀メダルに終わった。フォト、日本女子卓球の新エース。 可憐にして豪快な早田ひなの厳選ショットをお届け。1994年広島大会の小山知れ以来、実に29年ぶりとなる決勝進出を果たした早田。これまでの対戦成績は、10戦全敗の孫栄さを相手に必死に食らいついていった。惜しくも初勝利はお預けとなったが、同日行われた準決勝では、同4位の大芸道、中国、お4月3日、 11から3分の4マイナス11分の11マイナス7分の8マイナス10分の11マイナス15分の12マイナス12分の13から10で撃破。日本のエースの確かな成長が感じられた。そんな彼女が見せた回進撃には、中国メディア、ソーフ、もう驚きを隠せない様子を見せており、女子卓球界に新たな強敵現る。と題した早田の特集記事を掲載。 中国の主軸は沈む、孫ー佐、大番育、大芸ーー道、チンユキドーであると伝えた上で23歳を公表した。我々の新たな強敵は日本の早田ひなだ。アジア大会卓球女子シングルス準決勝での早田ひなバーサス大芸道の一戦は必ず研究されることになるだろう。試合の流れから判断すると、早田は大芸ーー道よりも優れたプレーを披露していた。 彼女は間違いなく世界トップクラスの選手だ。そして最後に同メディアは、早田はシングルス決勝では孫栄さに1対4で敗れたが、今後彼女が中国女子卓球チームの最強のライバルになると信じている。と締めくくった。